持ってきてもらうみたいな、うん、なんか方法は多分ある。飾るだけでも全然違うし、ちょっとこれまた来年やりましょう。来年って言っちゃうもんね。これから詰めましょう。ちょっと紹介していきましょう。メンバー飯食ってるところみんな飯食べて美味しいです。じゃあこれで屋台に払えんの、こんなところで。はい、こちらハーモニカゲストの吉田君です。美味しくいただいてます。こちらおなじみ、はい、手島さん、アレンジャーの金沢君、金沢鳳凰君です。こちらサックスリッキー、あゆみは、あゆみ君おなじみ陽介君、これあるほらザ・トランペットのドキュメンタリー。その節はお世話になりました。こちらもスーパートロンボーン奏者後藤敦史対戦。本当すごいです。本当にそう。でこっち、はい、今や人気大人気の、はい、カルメラの
軽めあれあれトライホース、トライホースのジャバループです。ジュンジュン。まだ誰もいないから。そして大ボス、大ボス中の大ボス、モタルさん。モタルさん。あ、どうです。俺はボケなくてよかった。モタル大丈夫。ジョー、ジョーってモタル。ジョー、ジョー。なんでジョー今日いねえのっていう質問いっぱい来てるんです。ニューカマー。ニューカマー。サクサクサバネ君。スーパージャズプレイヤーです。ドラムの柴田の。こちら頬張ってます。タナッチ、みんな大好きタナッチ。そしてこちらスーパーゲスト、今日多分一番盛り上げてくれる、タップのサロ君。それとも引きで大丈夫ですか？引きで大丈夫ですか？山田康夫ベース、引きで大丈夫です。奥者、おなじみ、はい、ドルフィン、ドルフィン、ピアノ、ここだけで、ギターの大兄貴、兄貴、トランペットと、パーカッション、ヒデロさん、ヤマンです。ご飯食べてる？あ、弁当もらって。あ、ありがとうございます。あそこにあるので。ありがとうございます。あ、そうだ、これ、新ニューカマー、ニューカマーボーカルのもみじちゃんで、こっちが大エース、エース中のエース、どんでもない、全然、いやいやいや、ゴールです。落ちこぼれなわけない。着替えた方からですね、写真を撮ってもらいつつ、インタビューの方は楽器セクションごとにでのインタビューになりますので、オープニングの、まあ、みんなここで並べちゃって、もうギュッても入れないと多分入んない。ちょっと言ってくるわ。本番直前でいいの？本番直前でいいです、こっちは、はい。ちょっと待ってね、ここからは皆さんってことですね。あ、でもなんか写真はあれなんですか？あ、そうや、写真はいけるわ、もう。そうや、めっちゃそうや。人が多すぎて、わけわからんことになって。ありがとうございます。ナイス。あ、いいですね、かっこいいですね、めちゃくちゃかっこいいです。ナイス。ありがとうございます。じゃあ、ひな壇側にベタ付けたんで、あーそういうこと。俺も着替えたいんだけど。そろそろ着替えてもらえると、周りジリジリしてる。あの、はい、思い切りだよ。ありがとうございます。ジャズフェスを見てトランペット始めたんですけど、その時にやっぱり、ビッグバンドを見て始まってるんで、まあ、憧れの一つではあったというのがもともとあって、あとはやっぱ貧乏マン組んだ時に、少なくなっても大きくなっても、まあ、いいように楽団って名前つけて、まあ、いずれはビッグバンドやりたいなと思ってるんで、まあ、コロナでちょっと活動ができなくなったのをきっかけに、まあ、自分を奮い立たす意味を込めて一発大きいのを組んじゃおうと思って、まあ、去年にこれをやるって決めました。ソリストが大沢さんのビッグバンドなかなかないと思うんで、でもなんか外国のビッグバンドって結構こういうの多くて、名だたる人がいっぱいいる、そういうのを見て俺は育ったんで、ある意味結構有名のバンドだと思います。2人はいつからの関係なんですか？もともと知ってるはいるんだけど、その 5,6 年前にそのモタルさんモタルさんバンドで、俺はビーモンバンで小笠原に行って、そこでまあ一緒に船乗って、まあなんかこう同志感がちょっと深まって、船の24時間の旅はね、なんかこうやっぱファミリーに、でもその前も偶然電車で会ったりとか、まあ一応会ってたんだけれど、そこからまあ一緒にやりましょうみたいなのはその辺からですね。小笠原からですね、こういう企画をしてくれる、そこに呼んでもらって、もうあんま問題がやってるんですよ、呼んできてくれるんですけど、まあ、俺は要は企画しないと誰どこにも呼ばれないんで、出番がなくなっちゃう、それ何もしないと。そんなこと本当に暇になっちゃうんで、こちらももう動かないと、誰もね、もう呼んでくれない、呼ん
飛んでくれない立場なんでしょ。いやいや、でも本当に自分で気をつけるんだったら面白いからさ。いや面白いっすね。だったらね、好きなことやっちゃうねみたいなのがあるから、こんなのなかなか自分企画じゃなくてできないんで。そうだよ、ね、誰か企画してこんなの絶対無理だから。小山くんが集めたからこその今日のメンバーだから。そうっすね。ね、本当に今日しかない。趣味趣味出してます。趣味今のとかね、楽しみにしてます。今のとこちょっとありがとうございます。みんなそわそわしてたし。景色めっちゃ綺麗よ。皇居。本公演は撮影・録音を中止とさせていただきます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため。並びたいです。1分前なので。はい、1分前、よろしくお願いします。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 よろしくお願いっぱい練習したんで、もう今日は、楽しんでもらって、はい、はい、まあ、多少いろいろあると思うけど、まあ、忘れてそれはもう楽しみましょう。今日は、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。サラちゃんでも発酵なのね、空気が悪いね。いや、そういただきます。いただきます。あと5分切りましたって言われて、そこから3分過ぎたぐらいで、あと1本いってもいいですかねって俺に言ってきて、でそれは我慢した方が打ち上げうまいんじゃないですかって言ったら、我慢させたの。そしたら、悪いやつだな。我慢しますって言う。飲んだ方が楽なんだな。
いやそだからこの緊張が近かったんです。意外でしたね。手島さんが緊張する人っていう、緊張する人めちゃくちゃ緊張する。すごいか、俺が緊張してきた。見てたら見てらんなら見てらんなら。セカンドセットもですね、そのゲストを、たくさん呼んで、賑やかにやっていきたいなというふうに思います。はい、先ほどあの楽屋でですね、手島さんが一人でこうちょっと緊張してるのを茶化してた人がいるんですけど、次はその人に、ド緊張させようと思っております。仕返ししてようと思います。次の曲はですね、ハーモニカの清野義人、ゲストで、演奏したいと思います。清野義人ハーモニカ。揃いまくってる感じではないと思うんですけど、なんかみんなが
終わった後めっちゃいい顔してたと思うんで、それが見れたんで良かったです。帰って寝ます。これから打ち上げです。今日は酒飲みません。お酒をやめます。ありがとうございました。お疲れ様でした。